みんなもこんばんは。落ち着いた。さっき、今さっき落ち着いた。ヒロ君来てくれてありがとう。えっちゃん誘われる前に来てた。本当？ナビ君同点だよって。今11だね。今11。こんばんは。かわいい、嬉しい。えっちゃん、かみちーくん、本当サッカー見てない？あみちゃん、まーしゃくん、まーしゃくんありがとうね、本当に。昨日はご迷惑をおかけしたと思うなりすいません。え、昨日どうしたの？ねえ、つよし、さっき今日は勝ったって。ねえ、よいしょ。ヤッホー山尾くん、今日も可愛いよ、アミ愛してるよ。だって嬉しい。落ち着いた声に癒されてます。本当？渋谷雨、雨やばいよね。雨大丈夫だった？って、雨やばかった。サッカー見ながら私も見てる今。やられたって。六条さんありがとう。バラありがとう。六条さん、はじめまして、会いに行きたい。ソラ、ソラさん会いに来てほしい。マジでびっくりした。まとまってます。また行きます。ひろつけくん、キャワキャワキャワありがとうね。今日あみちゃんだ。たっちゃん、たっちゃん、ゆうたくん、フィンガーハートありがとう。えちゃん、いろんな人がコメントしてた。酔っ払った俺含めね、いろんな人がコメントしてたよ。みんなでサッカー応援しよう。みんな見てる？金土なら朝までやってるんで。あ、そうなんだ、金土、そうなんだね。サッカー、え、ありがとう。サッカーボール、勉強しなくて大丈夫？まあまあまあ、あのさ、火曜日は、火曜日じゃないや、ちょっと週の初めは許して。初見です、タウさん、こんばんは。今日学校をいつも家を出る2分前に起きました。電車、電車間に合ったの？すごいね、それで間に合うなんて。サッカー一緒に見られるの幸せ。イエーイ。まさかこんな時間からやるなんてね。もちろん。こんばんは、 AI アミさん可愛かった。本当、 AI アミさん可愛かった。嬉しい。みんな私の TikTok の投稿見て、みんな見て。え、待って、ベビちゃん起きてんだけど。嘘、ベビちゃん起きてる、大丈夫？唇可愛い。カサカサなんだけど。いけ、かまた。復帰、そうだよ、復帰した。のびくん見てる。高本ジャパン見に来ました。うーん、高本ジャパンありがとう、見に来てくれて。日本頑張れってね、ヒロくん。行く行く詐欺にならないうちに会えてよかった。本当だよ、寒いね、寒いね。うん、アミちゃん好きなことは本当ですね。嬉しい、よかった。嘘だと思ってたよ。こんばんは、アミちゃんのシュートまだですかってね。え、本当、私頑張れ、本当に私がシュート決めるから任して。あ、入らなかったって。無理しないで寝てね。ありがとう、むちゃん、ありがとう。ほんとね、今さっき帰ってきたんよ。あの、田舎もんすぎてさ、終電走って乗って帰ってきた。昨日夜遅くまで起きてたからかな。あ、そうなのね。あみちゃんかわいい、嬉しい。ベビちゃん見た見たって。シェアありがとう。いつも見てるよ、かっこ多分って。ほんと？ TikTok 見なくてもこうして動いたらみちゃん見れてるからって。ありがとう、サッカー見てる、かっこ今もって。嘘じゃねえ、あみちゃんオンゴールしそう。いや、知ってたな。あみちゃんかわいい、嬉しい。でも私そんなにさ、めっちゃサッカー見るってわけじゃないからさ、それこそサッカーの影響で今日だけ閉店30分早かった。あ、そうだったんだ。ヒロデポル、え、久しぶり。ちょっと胸元って思ったら大丈夫そうで安心した。胸元開けるわけないでしょ。プップップ、こんばんは。サッカーよりもアミちゃん、え、ありがとう、そんなこと言ってくれて。なんかサッカー見てるの意外って。本当？ TikTok もちゃんと見てるけどって。見て、みんな私の投稿見てください。 TikTok お願いします。ちょっと今日はね、ちょっとだけ配信にするね、ごめんね。高本さんは体育絶対横で休んで見てる系、
体育ね、よく見学してたけどね、さすがにね、怒られすぎてね、ちょこっとずつ出てたよ。さすがに休みすぎ。久しぶりって、めっちゃ久しぶり。止めたーってね。隕石ありがとう、えちゃん。隕石ありがとう。隕石ありがとうね、ほんとに。ちょっと前髪が。高校なんか体育しに行ってた。羨ましい。私体育苦手だったからさ。アミちゃんの画像を漁ってた。本当に嬉しいな。こんばんは。みんなもサッカーなう？今日乾杯したってことは少し酔ってる感じですかって。もう寒すぎてさ、酔い覚めたんだけど寒すぎて酔い覚めた、本当にしかも家遠いからさ、渋谷からさ1時間半ぐらいかかんのよ。だからもうその時間で酔い覚めたんだよね。大丈夫、疲れてない、大丈夫だよ。アミちゃんは野球部のマネージャー。違うな、違うな料理部だったよ。はじめまして、フリークのライブで気になって見に来ました。嬉しい。 K555 さん、アミちゃんは 100m 走ったらゼーハーゼーハー言うってそれみんな言うでしょ、そりゃ。確かにあれは酔い覚めるね。いいねしようか迷ったけど通知行くかもしれんからやめといた。なんでしてよ。アミちゃんお酒飲める年だったのってそうだよ。でも年覚された年覚されたんだけど、しっかり。あんまりかかる時間は言わない方がってまあ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 。いつも可愛いタコさん、ありがとう。渋谷から近めのオレンジ4万で泊めてあげたい1泊4万、高。1泊4万は高いって。大量のいいね来るよ夜中に。全然全然来てほしいよね。みんなサッカー見てるの？年覚されたの成瀬さんがいたからでは。いや、それはね、間違いない、間違いない。香里ちゃんと2人で行ったからさ。赤ちゃんだもん。赤ちゃんじゃないけどね、赤ちゃんじゃないけどね。見てるよって。ほんと？アミちゃん見てるよって。ほんと？アミちゃん見てるよみんなサッカー見てるの？私も今テレビつけてる。アベマ TV でサッカー、アベマでも見れるもんね。アミちゃんは3歳だから年覚必須入れないのよ。そしたらアミちゃんしか見てないよって本当？本当サッカー見てない？渋谷から時間かかる時間奇遇ですね。同じくらいです。知ってる知ってる。かおりちゃんがバブだから。そうだね、多分そう。お風呂なう、お風呂なう。 PC でサッカー、スマホで TikTok。 ありがとう。アミちゃんイメージ18でもいける。本当に？でも私さ、結構さ服装とかもさ大人っぽいと思うんだよね。タバコ吸ってますか？タバコはね、吸ったことないんだよね私。タバコは吸ったことないな。でもなんかお菓子でさ、タバコみたいなお菓子のやつをこうやってこうやってタバコみたいにやったことはあるねえ、酔ったことない。嘘じゃんそれは。サッカー見てないけど結婚してください今日も求婚しに来てくれたの、ありがとう。全然サッカーしか見てないねえ。ひどいひどい。としきくん、声聞きながらサッカー見てる。ごめんね、ちょっとみんなのさサッカー観戦邪魔してごめん。だからすぐ終わるからごめんね。サッカーとテスト勉強どっち優先したらいいですか？うん、サッカーだと思うよ。サッカー見な。なんかごめんってやばかった、やばかった。綺麗だよ。高本さんお眠ですかって。ちょっとだけ、ちょっとだけね眠い。雰囲気圧倒的バブだよね。ワールドカップは普通に寝るけど、アミちゃんの配信は起きてたいね。ありがとうベビちゃん、本当に赤ちゃんなのに起きててくれて。ここはココアシガレット、そうそう、そんな感じのやつ、そんな感じのやつ。翼さん、そう、シェアありがとう。緑区のジョーさん、バラありがとうね。えちゃんサッカーボールありがとう。昨日酔ってる感じしなかったんだけどな、居酒屋入った。そうなの？サッカー解説してください。サッカー解説、サッカー解説配信する。じゃあサッカー見ながらアミちゃんマンついでに見るし。ありがとう。こんばんは、おやすみ。ポンちゃん来てくれたの、ありがとうね。結構
したいから結婚してください。どういうこと。アミちゃんのために起きてたなんて言えない。ええー、ねー、ありがとうね、本当に。シェアもありがとう、みんなありがとう、来てくれて。サッカー応援しましょう、サッカー応援しましょう。ワールドカップ日本頑張れ、日本頑張れ。高本ジャパン。高本ジャパンって何なの本当に。ホワイトニングしてますか。してる、言ってるよ。歯綺麗、嬉しい。歯矯正した。刃だったんだけど矯正したよ。まだでも終わってないんだけどね、矯正。だからちょっと金具ついてんの、ここに。絶対に見逃さないように TikTok と Twitter 更新。ありがとう。ベビちゃんありがとうね。彼女にしてやってもいいよ。楽勝さん。アミー。ん？ご飯、ご、ん？アミーゴ夜遅くても可愛いね。嬉しい。タカヒロくんありがとう。日本頑張れ。今日ビジュイ、ほんと？ヤエバでも可愛い。いやー、ヤエバね。ヤエバはね、なんかね、学生時代、学生、まあ今も学生なんだけど、中学生の時に、ヤエバだったから、なんか血吸われそうっていっぱい言われて、それ言われて、絶対直してやるって。言ってお母さんに頼んで直してもらった。うん、歯科矯正フェチなので金具ください。え、そうなの。バラありがとう。ライブ中のアミちゃん撮りたくて困る。撮ってよ。スクショタイムしてサッカー実況しようって。サッカー実況、サッカー実況ってむずくない。アミちゃんの腕相撲を思い出した。ねえ、恥ずかしい、恥ずかしいって、恥ずかしいって、なんかごめんって。え、血吸われるのはご褒美だろうって。いや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 、配信見るために起きてた回があった。多分今日行ってないのと思うので可愛い、好きです。嬉しい、ありがとう。かみちえくん本当にありがとう。あと1点取ってほしいね、本当に。頑張れ、みんなで応援しよう。休憩中最強瀬取りチャレンジしようとしたら失敗した。あ、そうだったのか。そうだったのね。また来てね、マージャー君待ってるよ。今日も好き、嬉しい。いつでも美女いい。いや、そんなことないよ、全然。もうもうもう夜だから。久しぶり、シュアさん久しぶり、ありがとう、来てくれて。みんなみんなサッカー観戦ですよね。頑張れ日本、頑張って、応援して応援して。今日確かに瀬取り、そう、今日ね最強瀬取りだったよね今日ね。フォローありがとうございます。ぜひフォローしてください、お願いします。逆にボロボロの時を見てみたい。今だよ今。アミちゃん俺をもて遊んでるな。もて遊んでないよ、もて遊んでないよ。高本頑張って。ありがとう。みんなね本当にね、いつもさ、配信不定期でごめんね本当に。時間いや、目離せないよね、ほんと。サッカーって何？アミちゃんしか。嬉しい、ベビちゃん。ありがとう。この美女でボロボロだったら僕は常にボロ雑巾。違うよ。あの日の夢を書いては消して、ボロボロになっても選んできたんだ、だよ。ボロボロになっても選んできたんです。ほろ酔いアミちゃん。ほろ酔いじゃない。もう酔い冷めた。もう酔い冷めたって。寒すぎて酔い冷めるわ。てかもう1時間半くらいかけてきてんのよ。アミちゃんもテストで50点取るのも厳しいけど、日本は1点でいいんだぞ。いや、1点取るのも難しいからね、ほんと。この前0点だったんだから。今ボロボロなのかわいい。ほんと？最近アミちゃんに会ってないなって。ほんとだよ、会いに来て。
本当だね、目が離せないね、あみちゃんから。本当俺にほろ酔い。つよしさ、ほんとさ、昨日は大丈夫なの、ほんとに。やばかったよ、昨日。まだ酔ってそう。ほんと、酔ってるように見える。酔ってるように見える。全然酔ってないよ。戻れない場所、消えない傷も、全部抱きしめて未来へ。スポーツ見るとき、ユニフォームとかスパイクとか、のメーカーをどうしても見ちゃう。メーカー見ちゃうの。アゼリアにいる？うん。日本です。日本にいます。歌？歌？そんなにひどかった？って好き好き言ったのを覚えてる。好き好きどころじゃないよ。一回ニコって笑って。ニコ？ニコ？最近ストーリーめっちゃ見てくれてる。見てるよ。見てるよ。森田。渋谷から逆方向に1時間半かかる、あみちゃんと3時間離れてるのかって。そうだよ。遠距離だね。目の周り真っ赤？嘘？目の周り真っ赤？本当に？私さ、すぐ目充血しちゃうんだよね。ニコ可愛すぎた。嬉しい。俺のコメント3割他7割。確かに。心のキャリアゼロキャリー、ゼロキャリー。ファンになりました。応援してください。ナオトさんありがとう。最後ぎこちなくて可愛い。背景の音源流して、アミトってやる遊びをオタクくんとたまにしてます。嬉しい。化粧か。化粧だね。えちゃん愛してる。ありがとう、えちゃん。ねえ、なーに、あなたに出会えたことなんて、きっと偶然が重なってくれただけ。ねえ、みんな私のツイッター見た？見て、見てない人、今すぐ見てきてください。みんなに優しく笑わないでって書いてあるから、早く見て。マー君筋トレ頑張ってくって言ってくれ。あ、いいよ。マー君筋トレ頑張ってね。照れてんの好きよ。照れてないよ。最近はインスタいろんな子に見られまくって怖い。ナビ君めっちゃいいねしてくれるからさ、ストーリー。ねえ、ダーリン。俺と編みすぎて。そうだよ。アミちゃんが勝利の女神になってよって。わかった。祈るから。天気の子みたいに祈るから。今から勝つよ。アミちゃんマンほど可愛い女の子は1万年に1人。嬉しい。見た見た。嬉しい。好きです。好きです。本当。ちょっと今サッカー見てるから。ツイッター見れないわ。ねえ、ひどい。ごめんね、早く終わるね。早く終わるね。ごめん、うざいよね、私。早く終わるわ。ちょっと待ってね。独占欲かわいい。ほんと？ツイッターとか通知取ってるからちゃんと見てる。嬉しい。見た？ほんと？勉強しないでって言ってほしいです。わかった。かみちーくん、勉強しないで。勉強しちゃダメ。アカペラダーリンで TikTok 投稿？やばいって。また下手って言われるじゃん。また下手くそとか言うんでしょ。素直になれ。眠れない夜は会いたくなるから、マーショ君。絶対いいねしてるのはアミちゃんだけだよ。本当？あ、勉強しないでいいよって言ってほしいんだった。あ、勉強しなくていいよ、かみちー君。今日勝ったらまたブラボー動画やるかな。結婚してください。結婚してください。この試合、アミビッチ選手、MVP、ほんと、いきなりメンヘラ出たって。課題やってる強しくんにラブコールして。え、偉いんだけど、本当にやってる？偉いんだけど、やば。どうしたの、強し。明日大雪じゃん。ここだけの話好きなんですが、って。え、本当に？本当に？かっちゃんただいま、かっちゃんお帰り。
アミの前では一途なんだよなって。私の前だけじゃさ意味ないじゃん。ピンチピンチ。インスタは推しにバレないからアミちゃん大好きマンになれる。嬉しい。レモンレモンさんしたい。レモンさん、誰あなたに出会えたことなんて、きっと偶然が重なってくれただけ。疑われるのは大雪放出されるのほんまこいつ。ブラボー動画見たけど、ん？ブラボー動画見たけど声何？しれっとリスト入れてるって。え、嬉しい。アミちゃんの声癒される。本当？最近褒めすぎですかって。そんなことないよ、もっと褒めてほしい。アミちゃん今日楽しかったね。ねえ、かおりちゃん楽しかったね。ちょっとまた行こうね。アミちゃんに首ったけ？絶対ちょっとテンション高いのお酒のせいだと思います。かわいいね。むーちゃーん、むーちゃん、むーちゃん本当にかわいいね。むーちゃんがかわいいよ。むーちゃんが本当にかわいいんだよ。嬉しいね。ほんと1月ユニバ行く？呼ばれてないんだけど。もし日本買ったら好きになってください。どういうこと？もしインスタ鍵かけてるからストーリー見られることもないって。ねえ、そうだよ、鍵かけてるでしょ。だってなんで？かおりちゃん来てる。そう、かおりちゃんと一緒に乾杯してきた。久々に日常ツイートにいいね来て、あ、やっぱ俺のこと好きやんってなった。違うから、違うから。サッカー終わるまでやっててって。サッカー終わるまで。何時でもあのサッカーって。意味分かってなさそうな。アミちゃんさすが可愛いって。ね、どういうこと？アミちゃんの声に癒されるのは音程が揺れるからかなって。ねえ、ひどい。ディスってるじゃんそれ。アミちゃん酔うとすぐ寝るタイプそうって。どうなんだろう、分かんない。一緒に乾杯したくて困る。乾杯しよう。あーって。ねえ、みんなさサッカーに夢中でさ配信見てくれないんだけど、ひどい。ツンデレアミにガチデレしてる俺キモい。好きじゃないから、好きじゃないから。シュートしろよ、だってコールしてる。えちゃん乾杯。そう、乾杯してきた。かっちゃん、アミちゃん今日テンション高いね。テンション高いよ、もう踊り出しちゃうかもしれない。俺はアミに夢中、嬉しい。いつでもアミちゃんに夢中に決まってんだら、何言ってんだ。嬉しいね、ひろちきくん。アミちゃん好きだから好きになってください。ぷよちゃん、ぷよちゃん。嬉しい。アミちゃんしか見てないよ。蒸気でホットアイマスク気持ちいい。いいな、ねえねえねえ。それさ、ホットアイマスクしたら私のこと見てないじゃん。俺は好きだよって。え、嘘じゃん、それもさ嘘じゃんね。いいね、ありがとう。いいね、ありがとうね。パスが通らないって。いやすごいよね、ほんと。だってさ、サッカーってさずっと走ってるわけじゃん、ずっと走ってるわけじゃん。体力えぐくない？ほんとに絶対無理だもん、私ボール追いかけられない。気づいて偉い。気づいて偉いじゃないのよ、高弘くん。サッカーじゃなくて、アミちゃんのお顔見てます。嬉しい。マジでサッカー見てない、アミちゃんだけ見てるよ。アミちゃん画面が3つ。嬉しい、ベビちゃん。ねえ、ありがとね、本当にベビちゃん起きててくれて。よしよし。よしよし。アミは、ガチ恋だから、推し調子してんの。本当に？俺の縦パスがアミに届きますように。アミちゃんも蹴りまくってるから体力すごいって。いやでも私もね体力ついた方なの。なんか私本当にアイドル始めたての時は本当に体力なくて、もうなんかライブ一本とかしたらもうなんか家帰ってすぐバタってもうリビングで倒れてもう動けないみたいな、もうそのまま朝迎えてた、そのまま。
あとお風呂で寝ちゃってなんか溺れそうになったりとかしてしたこともあったんだけど、でもだんだん、まあ、ライブ数も多いのもあるんだけど、だん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 ね体力ついてきて、もうね今なんてねこんな時間に配信までしちゃってるからねえ、音声入力便利だよ音声入力ずっと踊ってるから、アイドルも、そうアイドルも体力えぐい、そう体力ついた本当に。今日美術よ、嬉しい。一人一人はずっと走ってないよって。確かにね、確か、あ、そう、なるほどね。であんまりさ、私さそんなにさサッカーめっちゃあれってわけじゃないからさ、涙袋かわいい、嬉しい、本当です。爪かわいい、ありがとう。爪かわいいでしょ。昔は縄跳びできなかった、そうだよ縄跳びもできなかったけど、できるようになったの。1ヶ月毎日私縄跳び練習して二重跳び跳べるようになったんだから、えらいえらい。ひろつきくんが褒めてくれてる。そのかわいい顔で俺より体力あるとか、服の下はゴリゴリマッチョでも私本当に筋肉ついたと思うんだよね。料理美味しそう。料理冷たくされるの興奮します。分かった、じゃあ冷たくするね。温泉入浴はいいよね。温泉行きたいね。泣き袋かわいい、これ嬉しい。毎日かわいい顔が見れて幸せ。明日は雪です。え、やば、かっちゃんが褒めてくれたんだけど、珍しい、初めてじゃない今では腹筋シックスパックだもんなって。そうだよ、シックスパックどころじゃないから、もう20個ぐらい割れてるから。無理無理、甘々でお願いします冷たくされたいんじゃないの、まつげキュルキュルで可愛い。